色紙やはがきに貼るのにぴったりなミニサイズの菖蒲の作り方です。5センチ角の正方形の折り紙を用意します。裏側を色鉛筆などで黄色に塗りましょう。絵の具で塗る場合はそのまま塗ると丸まってしまいます。折り目をつけてから塗ってください。絵の具が乾くまで待ちましょう。まず2回三角に折ります。真ん中から少しずらして細長く切り取って、これを開き、黄色い部分が見えるように三角に折ります。また細長く切りますが、今度は途中までで切るのをやめます。裏返したらその部分を下に折って、細い部分を上に折り上げます。表に返して花びらになる部分を真下に折ります。花びらを開いて折りつぶします。反対側も同じようにします。これで花ができました。葉っぱは緑の画用紙を細長い三角に切ります。画用紙の長さは7センチほどです。これを3、4枚ずつ組み合わせていきます。互い違いに貼っていきます。真ん中が茎になります。花びらをめくって糊をつけ、真ん中の画用紙を挟むと花の完成です。葉っぱが余ったら少なめのものに貼っていきましょう。これをはがきや色紙などに貼ってご利用ください。